なんか本物が、なんていうの、やっぱり聞きたいっていうのか、見たいっていうのか、すべて。でもそれは本当そうだと思うんですよね。ニコニコ動画何なのかね、この間も僕ね、お話伺ってて、本当にはよく分かってないけれど、僕らの感覚で言うとね、昔の深夜ラジオ放送ですね、なんて言ったら、そうですっておっしゃったけど、いや、本当にそう思ったんだもん。そうそこで語られてたのは真実だからよ。もう本当のことを見せてくれっていうような気っていうのはやっぱり強いんですよ。僕ね、まあ若い人だと分かんないけど、今日昼間そんな話したんだけどね、僕広瀬隆っていう人知ってます？原発とかその、う、そうすると原発ってね、それまでみんな素晴らしいと思ってたんですよ。そうすると人ね、原発は怖いって言ったんですよ。たった一人が日本中変えたんですよ。僕衝撃的な事件なんです、あれ。で、なんだかっつったら、僕ら学生運動世代でしょ。で、世の中変えようとかいろんなこと言って、スローガン掲げて、いろんなことやった、破産した。そうすると何を思ってたかっていうとね、もう一部の人が声高にね、なんか叫んでも世の中変わらない、そういうことを完全に思ってた時に広瀬隆という人は登場なんですよ。そして言ったことはただ一つ、原発は怖いって。ものすごい浸透度だったんですよね。そうすると何だと思ったんですよ。やっぱり人間ってすげえなと思ったんです。たった一人の人がね、あることを口走るだけで、それがみんなに伝わる、そういうことってあるんだなって。だから僕実を言うとね、今もどっかでそれがね、人間のね すごいことで言うとあるんじゃないかなってのは、どっかに残ってるんですよ。いや、もうまだあると思ってますよ。まだあると思ってまだね。ます。まだあそうるかと思っそうてるんで、か。まだあると思ってるんで、隙間が。まだ減ってるんですよ。もうすでに確率は減ってるんだけど、まだあると思ってるんで、まだあることを証明したいと思ってるんですよ。まあそうですよね、自分がそれやってんだから。そうです。みんな真実を求めてですね、やっぱりマスメディアの情報ってもう加工されてるというふうにみんなは信用してないんで。だから僕はある新聞でね、みんなの前で話せって言われて、ちょっといろんな経緯でやらなくてはいけなくて、新聞はこれからどうあるべきか、だから僕はね、本当のこと書いてほしいって本当そうですよね 新言って、ね、聞なんだから。それで、まあ簡単に言うとね、言ったのはその一言なんですよ。で、終わった後ね、それが一番難しいって皆さんに言われてね それが全て表してるの。そう、みんな本当のこと書いてないと思ってますからね、新聞。そう。だからその信頼取り戻すっていうのは本当のこと書くってことなんだもん。だからインターネットだろうが何だろうがね、やっぱり本当のことさえ書いてありゃ、言っていれば、語ってれば、見せれば、それはみんなの信頼はさ、あっという間に出るじゃん。そういうの、実際に今でも、ニコニコ生放送とかで、いろいろ出てもらったんですけども、なんかね、ユーザーが静まり返る瞬間とかってあるんですよね。もう明らかにコメントが見ててもユーザー静まり返った瞬間があって、一つは例えばホリエモンが初めてライブ大事件のことをニコニコで喋った時に、みんな罵声とかを飛ばしてたんですよ、コメントで。それで、なんだ、野口さんの事件は何なんだと、お前が殺したんだろうみたいなことを言ったら、ホリエモンが、いや、あれは違うんだと、僕の無実を証明できるのは野口さんしかいなかったんだと、野口さんが死んだから本当に僕の裁判は不利になったんだみたいなことを言ったんですよね。で、その時に、その言い方とかっていうのが、もう明らかに、もうみんながそれ真実だっていうホリエモンの言い方で思ったんですよね。真実味があったんだ。真実味があったんですよ。そしたら、じゃあ、野口さんは誰に殺されたの？みたいな感じの雰囲気がもうその場にもう流れていて、みんなね、黙りこくっちゃったんですよね。もうコメントが止まっちゃったんですよ。で、それからもうホリエモンに対する雰囲気が変わって、みんなホリエモンの話を真面目に聞こうという雰囲気になったんですよ。で、それと、とか例えば日本語ではどちらかというとネット右翼と言われている感じの人が多くって、圧倒的に自民党なんですよね。で、小沢さんなんかっていうのは全然人気ないんですよ。で、それで、大体出ると、嵐氏とか大量に来るんですけども、それが代表選の時に出てもらった時とかっていうのが、その小沢さんが話す言葉の、その真実味、その説得力っていうのにもみんなが圧倒されちゃって、もう空気がどん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 変わっていくんですよね。これはなんか、間違ってたと、今まで思ってたその報道によるイメージが全然変わってたっていうのが、もうその場で変わっていったんですよ。でも、それがもう実際その後も、その番組に出たことで、
まあ、あのマスメディアの報道も変わったっていうふうにみんな言われてるんですけども、あのなんかね、あのなんかね、なんなんでしょうね、あのまあなんかわかりますけどね、はい、あのアメリカの本でね、はい、イメージの時代って、はい、あってバースティンという人が書いたんですけどね、はい、で何にそれ書いたかって言ったら、あのまあ古い本だから、はい、ケネディとニクソンのテレビ討論なんですよね、はいはい、これでまあ簡単に言うと、はい、このテレビ討論を境に、ね、圧倒的有利だったニクソンが、ね、ダメになるんですよね、はいはい、これでケネディの人気が出る、はい、これで一気に大統領選で、ね、ケネディが勝つって、これで簡単に言うとね、そこで喋ってる内容じゃなかったのよ、ね、あの喋ってる内容もさることながら、その時の顔なのよ。ニクソンは悪党面、ね、でケネディは善良面、みんな顔見ますよね。これでケネディが人気が出たんですよ、はい、そのこととは何かっていうんでね、その作者は疑似イベントって言葉を作ったのよ、うん、要するにね、あのメディアの本質としてその部分があるんだってこと。で、まあ、それ名著になってんだけどね、うん、だからまあその後っていうのか、実はメディアを使っていろんなものを言い出すっていうのは、それこそヒットラーが始めたわけでしょ、うん、でそれ後要するにケネディなんていうのはさ、そういうのは上手だったわけですよ。だってケネディ、あのヒットラーなんてね、本読んでみるとものすごいなんていうんですか、あのイメージ戦略ですよね、うん、僕あのヒットラーの経済政策っていう本を読んだらね、要するにいろんなこと書いてあったんだけれど、その中の一つだけ、要するにあの人の訴えたことって一つなんですよね。要するに第一次世界大戦負けて、何しろあの1マルクが1兆マルクの大インフレで、そういう中で自分がね、要するにナチスっていうのを背負って選挙に出なきゃいけない、おで勝とうと思う、そしたらスローガンって1個、それしか言わない、要するに失業者のない国にって言ったの、これだけ、他言わないんだもん。要するにみんなに雇用を与えると、うん、それで僕はその時のポスターっていうのがね、その写真が出ててびっくりしたのはね、要するにヒットラーの顔が黒いね、なんだ、選挙ポスターの中にね、ヒットラーの顔が浮かび上がってるんですよ。それで書いてあった文字はただ一つ、ヒットラー、あと何も書いてないこれはすげえなと思って、この人は。これでね、政権を取るや、もう何手つけたかったら、軍事費をわっと抑えちゃって、要するに 10% いかない ?8% かなんかで、これで雇用のための対策費を 30%、これでね、あのアウトバーンの建設でしょ、これで600何十万いた失業者のうち、それを500万人ね、そこで吸収、で一気に回復していくんだもん。政治家ですよね、当時のことで言えばね。先に軍事を抑えるとこから始めたんですよ。それがたった、ね、4、5年の間に軍事費が 50% 超えるんですよ、はい、そして破滅への道でしょ、はい、うん、でもスタートはね、国内いわゆる公共事業、はい、だからその後のいろんな政治家見てるとね、みんな実はヒットラーの真似なのよ、人気出た人その他やってることは、うん、俺でね、雇用の時にもね、俺感心したのはね、35以上なんですよね、いろんな会社に義務付けられるんですよ、雇わなきゃいけないって。具体的なんですよ、でなんで35かって、もう一個条件がある、女房子供がいる人で、そこが一番困ってるからって。そうするとね、10代の終わりからね、34までがなんていうんですか、ほっとかれるわけですよ最初で。そっちの上の方の人たちはみんな就職できる、そしたらね、それもちゃんと分かってたんだね。俺ね、あの気がついたらある時少子化の問題が起こるんですよ。若い人たちがね、仕事がないから結婚できないって押すとね、結婚推進法なんですよ。で用意してたんですね。これで結婚した人には国からとんでもない補助金が出るんですよ。これで子供ができたら補助金、実にね合理的なの。政治家ですよね。あ、そういうふうなことやったんだと思って感心したんだけれど、まあ、日本ってなんかそんな感じで決めてないですよね。なんか調整みたいな感じで。そう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 。その真っ白でね。そうよね。あれは本当どうしようもない感じしますよね。うん、あ、これじゃ。いろんなのがいるけれど、でも一人の人間がそういうことできる？
だから世界ではいろんなことがね、あっという間に火がついて、あっという間に広がる。それとね、この間フランスへ行って、もうこの話あれさっき今日してないよね、ここで。僕一番びっくりしたこと、まあ、禁煙ってみんなタバコ吸っちゃいけないことになって、それは世界に蔓延でしょ、はい、でその次は何が来るんだろうってどっかで思ってたんですよ僕、はい、でお酒かななんて思ってたら、はい、ヨーロッパに行ってみてびっくりしたのはね、たった3日間しかいないなかったんだけれど、はい、あるね町ナンシーってとこ行ってみたらね、はい、ある広場車が1台もいないんですよ。愕然としてね。というのはヨーロッパの、ね、町ってみんな広場があって、それを中心に町ができてるんだけど、大概の広場がもう車だらけで駐車場になってるっていうのが、どうしてこうなってんだろう。でガイドの人に聞いてみたら、今ね車の締め出し、なおかついろんな町でね、すごい数の勢いで路面電車の復活、すごいんですよ。俺でびっくりしたのは、その路面電車スピードビューンと走るんですよ、街中を。だから車なんか走りやしない。俺で本物の猫なんですよ、はい、要するに車はダメだっつって、はい、で諦めたんですよね。俺で先般ね、この間つい一昨日か、トヨタの人がちょっと来たんでね、専務さんかな、俺でこういうわけでって言ったら、そうなんですよ、じゃあこれ世界的に広がりますかって言ったら、うん、って言って、だから僕ら大変ですよって言って、日本はいつ来るんですかねって、いやわかんない、いつもだいたい1年ぐらいで来ちゃうんじゃないですかって言ったら、そうかもしれないって。禁煙の次は金車、びっくりしたですね。もう街からね本当に車が整備され、だから車がね止められるところがすごい制限されてきたんですよ。で公共の交通機関使おうって。それどの国もなんですか、ヨーロッパの。ヨーロッパはそうみたいです。そうなんですか、うん、すごい勢いで広まってるって、うん、なんかね自動車産業がない国はなんかいいと、うん、自動車産業がある国はなんか少しは、だからもうそれこそフランスもそうだしね、ドイツもそうだし、そうなんですか。イタリアがどうなってるかちょっと分かんないけれど、うん、でもまあヨーロッパでその路面電車の復活ってのはもう日本でも報道されてたらしくて、僕はちょっと見逃してたんですけどね、はい、うん、そうするとさっきのとこにまた戻るとね、要するに揺り戻し歴史の、はい、やっぱりやるんですよね、どうも人間っていうのは、はい、うん、アルベールビルかな、あそこが確か僕東京オリンピックの後、その取っ払った路面電車の後、要するに交通事故だらけになって、でそこが確かまず路面電車復活させたってのは知ってたんですよ、うん、そうすると要するに車にね頼ってるそういう国の産業はいいってことになったわけですよ。そうやって要するに車はもういいって、うんうんうん、結構、ね、そうだからといって自動、ね、電気自動車だったらいいんじゃないんですよ、うん、そっちもダメなんですよ、要するに車がダメだってことだから、うん、だからあこういう形になってくるのかエコっていうのはってすごい印象残ったんです、うん、なんか今の世界 の, 発展のシナリオの上では人口増っていうのは基本的にいいことじゃん、はい、でも多分ねエコ的とか資源的にはそれって崩壊するパターンじゃん、うん、なんかそうするとなんか人口が本来必要と以上に少ない状況がプラスになるような局面って、ね、何かの拍子にできるんじゃないかなっていうのがちょっとね思ったりもしてるけどね。で日本はなんか今移民を増やさなきゃいけないことになってるじゃん、なんか少子化問題でとても苦しむことになってるんだけど、うん、実はそれがプラスになる局面ってあったらいいなとか思ってるよね人口はすごく面白いテーマですよね、うん、まあ、だから近未来でいうとね、要するにこれの僕話聞いてへえと思ったのはね、要するに今中国でこういうことが始まって何が始まったかって言ったらね、60歳以上がこれから毎年6000万、うん、それで増えてく、それでねこう一人っ子政策やってたでしょ、そうすると今全体の中でその60以上って中国ってね13億か14億、要するに 13% しか60以上っていないわけですよ。ところがあっという間に日本みたいにね老大国になる、それが目に見えてるのが大体20年後って言われてるんですよね、うん、そうするとその20年間の間に、ね、政治経済軍事でね あらゆる力を持ち世界を支配し、そして20年のサイクルで終わっちゃうのかっていう、中国は実現するんですよ、政治経済軍事において世界支配を、それだけは僕間違いないと思う、ただそのサイクルが短い、うん、そうですね、人口比率によって、あ
だから僕ら生きてる間にね、そういう現代史を見るんですよ多分。全然関係ないけどニコニコ動画と